はい、えー、皆さんこんばんは。レック専任講師の荒川修一です、えー、今日はですね。あの皆さん宛にまあ、あのレジュメお配りしておるかと思うんです。けれども、もタイトルとしてはえ口述試験突破法とまあ、関西代理権能力認定交差対策ということで、まあ、1時間程度お話をさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。 はい、えー、ということで、まあ、あのこのお話聞いていただいている皆さんは、えー、昨日、ですよね、えー、司法書試験本年度の発表がありましてそれで筆記試験合格なさった方だろうということで、えー、まずはあの筆記試験合格おめでとうございます。あとはですね、まあ、あのそれぞれぞ皆さんこう ある程度の期間をかけて学習されてきて、まあ、今やっと第一関門突破ということだと思いますので、まあ、お疲れ様でしたという言葉もあのお届けしたいかなと思いますそうです、ねまあ、あの私、ここ2年ほどちょっと通信の講座を中心にあのやっておりましたのでこう皆さんの生のお顔を拝見するというのは久しぶりの経験なんですけれども。 まあそういう意味では2年前皆さんとお会いしていた時の顔と比べると何でしょうちょっと剣が取れたというかなんか柔らかい表情になっているのかなということで苦労ななさっったた結果が出てよかったかなと思いますそれでえと今日まああの堅苦しいタイトルでつけてはあるんですけれどもあの私ももうまあ10年ぐらい前に合格をした時にまあ正直筆記試験に受かるところまでしか自分が何していこうかというのがなかった。 んですね頭の中にで受かった後結局あと何すんだっけっていうようなところがありましたのでまあ、あの今後どんなスケジュール感で皆さんは、まあ、例えばどんな研修を受けてまあ、あの進んでいくのかなんていう話をこうざっくばらんにさせていただいて、まあ、その中で皆さんが直近で気にしていらっしゃるであろう「ま口述試験」のお話あとはえまあ最後に出てくるんですかね、まあ、いわゆる認定講座のお話この辺りを少しこう多め にお伝えできればなと思っていますので、まあ、とにかくあの何かをこう教えます。というあの今日はガイダンスではありませんから、あの気を楽にしてね。あの聞いていただければと思います。はい、じゃあ、早速あの皆さんのお手元にあるレジュメをもとに進めていこうかなというところなんですけれども。 と、はい、ということでまず最初、まあ、筆記試験合格後のスケジュールということで、ざっとスケジュール感を、ね、見ておきたいなと思うんですけれど、ま,あ、まずはまあ今日が今が9月の28日なんですけれども、約2週間後ですよね、10月の11日に、口述試験本番がありますねということ、そしてその発表が11月1日。なななのででまだ皆さんの中ではなん中はとなくこう なんか落ち着いた感じがないというかなんかちょっとそわそわしているところもあるのかなというところなんですが一つままず関門がありますとでここまで来て最終合格ということになりますのでその後のスケジュールとしては、まあ、11月の後半ぐらいから、まあ、これは各地域によって少しスタートの時期は異なるとは思うんですけれども各種新人研修というのが始まっていって。 まあ大体えまあ12月1月2月3月ぐらいまでかけていろんな研修が入ってきますよというふうにまあなんとなくスケジュール感を持ってい,ていただければなと思います。でその後 その翌年の6月の頭ですよね大体第1週目にあたるのに確かに日曜日だったと思うんですけれどもそこで認定調査が実施されまして最終的にはその発表がまた3か月後9月の初旬に出ますよということでまずは皆さんが今後まず気にしておかなければいけないざっくりしたスケジュール感をレジュメの1ページ目につけておいたということです。なので、まああのであ ままだまだちょっとねライン、えー、しっかり最終的に落ち着けるのは、まあ、ある意味6月の交差が終わるところまでかなっていうところがあるんですけれど、まあ、これもまあ私が感じてたところというところでお話をすると、まあ、なんとなくこの最終合格が出てしまうと、まあ、そこで少しちょっと気持ちが晴れるというかあ,ある意味一段落だなとでその後4か月期間ほど新人研修あるはあるんですけれどもこれはですね、えー まあ、私の感覚です皆さんがどう思うか分からないですけれどもまあまあ,あのそ,のそこ近年では一番楽しい経験をした4か月だったかなと思います。 まあ本当に毎日毎日と言わないですけれども矢継、まあ、ぎ早にどん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 ん研修が入ってきて、まあ、忙しいこう慌ただしい感覚もあるんですけれども基本的にまあその研修に参加するのはまあ皆さんと同じ今年の本試験に受かった人たちいわゆる同期という形になるんですけれども全員ハッピーなので基本的に何やっても楽しい状況なんですね。なののでこの4ヶ月 この新人研修の4か月間というのはある程度、まあ、そのどこの子に研修受けに行かなければいけないなんていうお話はありますけれども、まあ、非常にこう楽しめる瞬間だったかなと思います。なので、えー、とまずこのどこでこう力を入れてどこで力を抜くかということをお伝えしておきますとまずはこの今映している「口述試験」なんですけれどもここは。 まあ,あの後でもうちょっと細かく説明はしますけれどまあまあ最後の何て言うんでしょうあのまあ 飛ぶ鳥とを濁さずじ,じゃないですけれども、まあ、ここでなんとなく、まあ、あまり落ちる試験ではないということは言われてはいるんですけれどなんかやっぱりこううまく対応できなかったかなって気持ちがちょっとモヤモヤ感が残るとせっかく今楽しい気分になっている皆さんがなのでモヤモヤしてしたまま3週間過ごすのはすごくもったいないですからまあ 最後のね締めくくりこの最終合格まできっちり走り抜けてやるよというような感じでここは若干だけ気合い入れてくださいあの難しいことやらなくていいんですけれどもあの精神衛生上この3週間を楽しく過ごすためにちょっとだけもう一回アクセルを踏んでいただきたいなと思います。そして まあ11月1日を過ぎると、まあ、この新人研修なんですが、まあ、このもう11月1日過ぎたあとは基本的にはまあその研修で課題等々もいろいろ出るでしょうけれども、まあ、あのここはそんなにまあや目の前にあることをただやっていってまあ楽しんでいただければなと思います。それでであとととはここの月月末いいわゆる4月以降ということで この辺りからやっぱりこの6月の黄砂に向けてもう一回ちょっとネジを巻き直しておいた方がいいのかなということになります。なのでまあ11月、まあ、10月11日まで一回頑張ってその後1一回こう力を抜いてでその後また 研修が一段落した時点ぐらいからは、ちょっとその次のね、交差につけて。向けて、ちょっと力を入れていかなければいけないかなというふうに、私は考えてますので、まあ、ちょっとね、参考にしていただければなと思います。まあ、この間に、まあ、スケジュールとしては、皆さんそれぞれ、あの、プランがあると思うんですけれども。まあ、就職活動もしなきゃいけないでしょうとか、いろいろあると思いますから。まあ、それをどのタイミングで入れていくのか、ということになると、やっぱり。 まあタイミング的にはまあこの最終合格が出るまで待ってるなんていう方もいらっしゃるんでしょうし次は研修が終わるまで待ってるって方もいらっしゃるんでしょうしものすごい慎重派の方は「交差の試験受け終わってから」なんていう形でここはあのいろんな考え方があるかと思いますけれどもまずはこのざっくりした 今後皆さんが何をしなければいけないのかなっていうスケジュール感を持っておくことでどのタイミングでどう動,動いていけばいいのかなっていうのが見えてくると思いますのでまずレジュメの1枚目でどう動いていきましょうかっていうお話をざっと載せておきましたなのでまずこの感じで今後時は流れていくんだというふうに考えておいていただければいいかなと思います。 はい、えー、そしたらですねあとはこの細かい話ということでレジュメの 2, 2枚目右側ですよねこちら見ていただきますと、まあ、あとはパートに分けて「口述試験について」「新人研修について」「そして最後が認定講座について」ということで3つのブロックに分けておきましたので、まあ、ここは先ほど最初にお約束した通りまず最初に気になる口述試験のお話についてここを少し 厚めにお話をして、まあ、新人研修ここはざーっと今分かってる範囲のお話をちょっとさせていただいて最後認定講座、まあ、これもね今から来年の6月の話を皆さんに言っても、まあ、せっかく試験が終わったばっかりなのにまだ何かやらすのかって話になってしまいますの、ね、でここは、まああの柔らかめにお伝えをさせていただこうと思います。 まずは皆さんが気になさっているであろうこの「口述試験」についてということで少しお時間をいただいてお話をしていこうと思います。 えっとまず、出題範囲ということしか書いておきませんでしたけれども基本的には聞かれる科目としては登記法、不動産登記法、商業登記法、あとは司法、書士法この 3, 3つの分野から質問がされていく形だというふうにまずね、えー、試験範囲、出題範囲というのをまあご認識いただければいいのかなと思います。でその上で あとはどういった形で、まあ、あの進められるのかということは、まあ、もう皆さんご存知だとは思うんですが、まあ、講述試験といいうぐららでですすから、まあ、イメージは面接です、えー、と皆さんは1人試験官が2人という形で2対1の面接をそれぞれの、まあ、私受けたのはあの東京会場だったのでもしかしたら地方では他のやり方をするのかもしれないですけれども。まあ 私の知っている範囲では2対自分が1という形でだいたい20分ぐらい1人時間をとってまあ面接をするとまあ口頭で何かを聞かれてそれに対して皆さんが答えていくこの繰り返しを3つの分野についてしていくという試験というかまあそういう方向性で話をしていく話題をということをまずね認識をしていただければいいかなと思います。 ですので、まあ、想像していただくと、まあ、おそらく、まあ、こうある程度ね、ご自身よりもちょっと年齢の高い、ね、方々が2人バッと前に座ってて、1人2対1で座りますから、何が予想されるかっていうのは、私も自分の時の経験をちょっと今日お話をするので、一生懸命思い出したんですけれども、あの思い出せないぐらい緊張しました、自分は。 あの対策したんですよやり得る限りの対策はやったんですけどとにかく何が困ったかってめちゃくちゃゃく緊張ししたことしか覚えてないです、えー、なので、えー、まず皆さん、まあ、当然ですよねだってあの皆さんが今まで、まあ、何年かかけてやってきたこの司法書士試験のある意味い仕上げの段階で、えー、面接に向かうので気楽になんていけるわけがないですなのであの緊張するのはもうこれ当たり前だと思っていただいてであの 面接官というかまあ試験官もそんなの分かってますから緊張しててこうガチガチになってるからだからいけないっていうことでは絶対にないはずなのでまずはもう緊張はするもんだというつもりで望、えー、んでいただく必要があるかなと思います。まああの俗に言うところのまあ落とすための試験ではないという言い方をされていますので。 まあまああのうん、まあ儀式のようなイメージでまあそれで緊張はするけれどもねということでまず心構え的には緊張しないってかんしないようにって考えるのがまあまあそんなことを考えなくても緊張して当たり前じゃないですかというふうに考えておけばいいのかなと思います。あとはですね、えー、まあ準備をどのくらいするかということなんですけれどもまああの皆さんのお手元に。 ちょっとパンフレット、口、ま、述、あ、対策ってあってこれをね、まあ、ちょっとせっかくありますので資料として見ていきながらということになるんですけれども、まあ、対策、何をするかということなんですが。まあ、なんかあの 口述模擬試験というのがありまして、まあこのあたり東京ですと中野本校であったりとかね、関西だったら梅田だったり京都駅前だったりでこう実施しているまあこの口述模擬試験というのが一つレックの方でご用意をしています。まあこれは何をするかというと、まさにちょっとこう会議室のような小部屋を用意して、そこでまああの二対一ではないんですけれども、まあ私が知っている範囲では一対一です。 1>, 1対1で、まあ、まさにこの「口述試験」過去「口述試験」でどのような質問がされたかというのがデータとして蓄積されていますので、まあ、その中から試験管約をやる人間が同じような時間帯で15分から20分かけて皆さんに質問をしていってそのやり取りをする、まあ、まさに「模擬試験」ですよね「口述模擬試験」というのをまあ実施します。であとははこの会場にによってて実施できない地域等々に関しては 術個別指導というのが用意されているようですので、えー、まずはこれあの受けとといいいいた方がいいなと思います、まあ、確かにこのお金がかかる矢のように書いてるんですけれども主要講座受講生は無料っていう話になっているので、まあ、おそらく皆さんの中でほとんどこの無料の方の対象になる方が多いのかなと思います。で、まあ、ですので、えー、まあ1回 知らない人の前で矢継ぎ早に質問されてそれに対して口自分の自らの口で答えるっていう練習は1回ややっっぱりやっとといいいいた方がいいと思いますですので、えー、まあ究極の対策としてはこの、まあ、受けられる方々であればこれ何度も受けなくてもいいと思うんですけれども一旦ご自身がどのくらい緊張するのかを知っておかれた方がいいですよっていう意味でこの「 口模擬試験受けましょうという話を私はね、えー、ぜひ非、えー、させていただきたいなと思いますでそこで、まあ、あの申し込み特典ということで、まあえー、2017年ブレークスルー口述対策編っていうのが、まあ、あの確か会場だったかなでもらったりすることができるんですけれどもじゃあこの口述対策編のブレークスルーって何が書いてあるのっていう話なんですがこちらはいわゆる過去問集です。えー、過去 まあ、口頭の質問なのでいわゆる試験問題を持ち帰りのようなものではないんですけれども、えーまあ、レックのスタッフさんなんかが口述試験を受けた結果をこう、まあ、覚えてる範囲でこういう質問されましたっていうのを聞いてるので、まあ、いわゆる口試験の過去問問集集だだといいううふうに考えてくださいつまり想定問答集ですよね今まではこういうお話を聞かれましたそれに対して回答はこうな。 まああの模範解答がありますねというような問答集になってますのでこれをもらいに行くというだけでもかなり価値はあるのかなと思うんですけれどもまあこれをもらってこの内容を確認しておくしまあそれをね手に入れる前になるかは分かりませんけれども実際にちょっと場を経験しておくというのはすごく大事だと思いますのでまああのもらえば。 それで結局どんなことを聞かれてたかわかりますからああ皆さんの中で,、まあえーそうですね、試験の時が知識がピークだったとして今若干こう落ちてきているところかもしれないですけれどもあこの辺はもう一回ちょっと上げとかなきゃいけないんだなっていうのが、まあ、勘どころが、ね、見えてくると思うんです。えー、なのでまあこの模擬試験を、ねまあ、ちょっと受けて状況を把握してでそれでまあちょっと対策をしておくということをおすすめしておきたいなと思います。えー、まあ私も ここ何年かこの公実模擬試験の、まあ、中野の会場ですが、まあ、試験官をやらせていただいていまして、まあ、ちょっと今年はちょっとどうなるかわからないので、はい、皆さんとお会いできるかどうかっていうのはあのどうなるかわからないところなんですけれども、まあ、あの見てるとすっごいよくわかりますあのものすごい対策してきたんだなっていう方とあもうそのまま。 あのそのままの状態でとりあえず来ていただいたんだなっていうのが意外と試験官やっていると見えてきます。なのであの、まあ、まずはその実際の講述試験を受ける時もやっぱり同じだと思うんですよね。落とす試験じゃないから、まあ、だから行けばいいんでしょっていうようなちょっとそういう腹積もりが多くて行ってしまうとそのんだろう雰囲気って相手には多分伝わってしまうのでそうすると何が起きるかっていうと。 まあ、じゃあちょっと辛そうな質問を当ててみようかなちょっと困らせてみようかなって気持ちが働くやもしれませんでそれでそういう状況で皆さんが、まあ、あたふたしつつなんとか時間が過ぎて解放されてってなったらもうそれこそさっきの,あの3週間がもやもやという話ですけれども最終発表までああしとけばよかったかなこうしとけばよかったかなっていうふうに思ってしまうと思うんです。えなので、まあ どうせ緊張はするしその場だと多分、ど忘れしてしまってお話が全然できなくなってしまうかもしれませんけれどもでも、やれることはやった上で臨んだんだっていう自分の,この、ねえー、精神状態を保つために対策をできる限りで、ね、した上えで本番に臨むで。その対策としては、まあ 実際その場を経験しておくととということと、まあ、その過去問集ですかね過去の問答集を手に入れておいてその範囲ぐらいはある程度答えられるようにしておいたらいいんじゃないでしょうかというのが、まあ、このまあ試験範囲とかこの望み方という意味でのまあ私からのアドバイスということになろうかと思います。あとはそうです、ねまあ、あの個別に 当日模擬試験でお会いした方には、えーまあ、その状況を見て私の方からお伝えすることがあるんですけれどもおそらく皆さん全員に共通する、まあ、これあの面接等々をある程度受けなれ何度か受けられていてどういう形で対応していけばいいのかっていうのをご存知な方であれば、まあ、今更そんなことを聞く必要はないということになるんだと思うんですが、えー、私も今そういう状況にちょっとあります。人間緊張してくると だだんんそしてそうですねあとは思いついたことを忘れる前にすぐ言ってしまいたい気持ちになるつまりこうどん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 こう前のめりに なっていくことがありますですから実際、えー、緊張している方本当にこうやって前のめりになって迫ってくるような、えー、感じになることもありますしどん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 早口になっていきますし場合によっては私が質問している途中でいわゆるかぶせてくるような状況になることもやっぱりあ緊張なさっているんだなということで感じることがあります。まあ、ですから、まあ、あの皆さん、まあ、必ず緊張度合いいはは今の状態よりは上がってしまうということととこを考えると 早口にならならい、まあ、例えば答えが分かったとしまあ言ってることは分かってあ,あこれはもうこれ答えばいいんだってもう早く答えて解放させてくれっていう気持ちになってはいくんですけれどもそこでまず一泊置いて、まあ、相手が話し終わりましたそしたら一泊置いてからもう自分の中でわざと一泊しっかりゆっくり置いてからなるべくゆっくりめに話し始めるということをまず気をつけていただくだけで まあ印印象象としてこう慌てて慌る印象がなくななると思うんですねなのでこれはあのまあどんな面接等々緊張する場でも一緒だと思いますけれども自分が思ってるよりもスローにお話少しこうゆっくりめに丁寧にお話をするようにしていただくのが一つポイントかなと思いますので、まあ、これはあのあの何の、ね、用意できずに口述模擬試験なり まあこの公術個別指導を受けることになったとしてもそこはちょっと気をつけて見ていただきたいなと思います。あとはそうですね、えー、まあ見させていただいて思うことなんですがうん服装の話もう、まあ、これも大体まあ,あの まあ、面接だっていう言い方を私しましたのでおそらくある程度整った、まあ、男性であればスーツ着るようなイメージ女性であっても、まあ、このリクルートスーツ系の,えあの格好をされていくんだろうなという。 想定はすするんですけれども、まあ、これあの本番、まあ、もちろんそう,してそうじゃなきゃ落ちるのかっていう話はよくわからないですけれどもまあまあきちんとした印象を与えといて悪いことは絶対にないと思いますので、まあ、そういった対策を本番の場でもしていただくのはいいと思いますけれども、まあ、あの練習の場 つまり口述模擬試験なんかに行かれる時も模擬試験だからいいやって言ってこうあまりこう本番を想定できないようなイメージで臨んでしまうと何のために時間をかけて模擬試験を受けに行ったのか分からなくなってしまって。 例えば、ね、こう T シャツでジーパンでっていう格好だったらリラックスできたかもしれないけれども着慣れないスーツを着て人前に立ったらいきなりめちゃめちゃ緊張したなんていうこともありえない話ではないですからできるかあり本番に近いような形を自分の中で作って模擬試験受けられることをお勧めしておこうかなと思います。 あとそうです、ね、えーまあ、模擬試験受け、えー、やっていてということでもう一点お話をするならば、まあ、最後になりますけれども、まあ、いわゆるあの分からないことってまあ間違いなく聞かれると思います。聞かかれてあれ、て、てあ何言ってたのかな わからないあるいは質問の意味はすごいわかるしいつもだったら簡単に答えられると思うんだけどなんか言葉が出てこない、まあ、つまり頭が真っ白になっちゃったっていう状況あると思うんですけども、まあ、この時どうしたらいいですかというのを、まあ、最後ちょっとねあのどう感じましたかってお話を模擬試験でする時に、まあだいたい3名いたら2名ぐらいはおっしゃるということなんですけれども、まあ、これも確実に出る状況だと思います。その時に、まあ どうしようもないわけですから例えば質問の意味がわからないこともあるし自分の中の頭が真っ白になっちゃっててわからなくなっちゃうこともありますからそういうときどうしたらいいかって結局は最終的にはすいませんわかりませんって言うしかないと思うんですよね例えばそのじゃあわかりませんっていうことで言うわけなんですけどもそのときにじゃあ考えるに何がわからないか言ってくれる方が 試験官をやっていた自分の感覚からするとちょっとありがたいです例えば質問の意味がわからなかったあるいは質問途中まで分かってたんだけどこの辺が分からなくなっちゃったっていうのをやっぱり正直にまずねあの聞かれてることが分からなかったのであればおっしゃっていただいていいんだと思います。 まあそれであの説明してくれなかったらじゃあちょっとそこは聞き取れなかったので回答できませんっていう形で答えればいいと思いますしじゃあ,あの頭が真っ白になっちゃったっていうことであのよくあるのがですね 大体15分ぐらいで模擬試験をやるんですけれども23分沈黙が続いちゃう時ってあるんですねやっぱりすごく考えててもう言いたくて言いたくててもう口から出ないんですって状況を見ててだともうちょっと待とうかなもうちょっと待とうかなって思うとあ,あっという間に時間があっていうこともあってそうするとまあ助け舟を出してくれるようなケースもあるんだとは思います実際。ででもやっぱりそこで まあ例えば自分の中でももう無理だと思ったら、まあ、それはそれでわからないっていう形で意思表示をしてそれによってまありかなと思います、まあ、な,なるべくねわからないって答えなくて済むように対策はしていくんですけれどもでもやっぱりわからないものはわからないので言うであとはそのじゃあからないってどのくらい考えてから言えばいいんですかって話もされるんですけれども。 まあそれは皆さんが何か質問をした時にどう感じるかというのをちょっと思い浮かべていただければいいかなと思います。例えば聞いたら「分かりません分かりません分かりません」って即答で「分かりません」って言われると何も考えてないのかなっていう気もしてしまいますからやっぱりご自分の中で一旦は答えようというつもりで思い出せないんだったら間違ってるかもしれませんけどっていう言葉をつけてもいいと思うんで何とかやっぱり答えようとはする。 でその中で答えられないのであればこれはもうしょうがないですから、まあ、答えられません分かりませんもう一度聞かせてくださいというような形で言えば少なくともその試験官との間のコミュニケーションが断絶することはないわけですから困っちゃうケースがあると思うんですよね。 いわゆる沈黙が続く状態というのが続くとどっちも何も動けなくなってしまってまた気まずい感じで時間が過ぎてしまうこともありがちですからちょっとそこは気をつけていただいてなので、まあ、あの具体的な内容というお話は今回はしませんでしたけれども、まあそのまあ、その準備という意味で口述模擬試験なりそういった場をちゃんと経験しておくことであるとか、まあ、この最後に言ったその わからない時にどうするかあとはしても早く答えを言い切って逃げ出したいという気持ちはわかるんですけれどもなるべくゆっくり話す話し始める時に意識して一泊待つそうすればまあ間違いなく相手の質問にかぶせていくことはありませんから、まあ、この辺りをちょっと心構え的にはしておいていただいてあとはまあこの口実模擬試験だったり個別指導の場で受けてみて。 まあご自分がどういうふうな緊張の仕方をするのかっていうのを経験していただければいいのかなとでそのね、まあ、あのやることやってきましたっていう真摯な姿勢があればそれは実際の講述試験で通じないわけがないというふうに私は思いますので、まあ、そのぐらいの対策をしておいてあとは聞かれてる内容自体はそんなめちゃめちゃ変な難しいことを聞かれてるわけではないです皆さんはまあもう筆記試験を合格していてその実力を持ってすれば普通は答えられることばかり聞かれてるんです。 ですから、まあ、例えばあのマークシートに書いたり文字で書くことと。 口で表現することの難しさがそこにはあるかもしれませんので、まあまああの見ていただいて、まあ、どういう聞かれ方をしているんだなっていうのをまあ知っておいていただければ自分かなと思います。なので、まあ,あの口述試験に関して、えー、お話を締めくくるとするならば、あの対策はしておきましょうねと。でそれはなぜかっていうと、私が考えるのは冒頭でも言いましたけれども、最終発表までの3週間を皆さんに心地よく過ごしていただくためという言い方をします。 まなので対策方法については、まあ、少しご自身の方で考えていただいて、えーっとまあ、ここ、今、会場が東京の水戸橋なので、えー、中野本校での口述試験を受けられることになるかと思うんですけれども、まあ、今週の土曜日ですからあさってか明後日からまあ日程として結構1週間の間にパパパってやってそれで土日は確か 結構午前中からずっとやってるんですけれども、この三四六に関しては結構夕方ぐらいからの時間設定になっていたような気がしますので、まああのどっかね一枠押さえていただいてご受講いただくことをお勧めします。またあのちょっと東京じゃないよという方に関してもそれぞれあの日程が組まれていますので、こちらまああのせっかくね今日この場にいらしていただいているので、まあ帰り際にちょっと 本校のスタッフの方に聞いていただくなりしてちょっと時間は抑えておかれた方がいいかなと思います。はい、ということで、まあ、講述試験対策じゃあ次はちょっと今重たい話になりましたので、えー、少し休憩を兼ねてということで次は新人研修のお話を少しさせていただきたいと思います。 まあまあ大きく分けると3つ4つですかね種類ということで中央研修ブロック研修各単位階の研修そしてちょっとあの意味付けが違うという意味で別の行に書きましたけれども特別研修ということで、えー、まあ皆さんが意識しているのは多分この3つだったと思うんですよね中央研修ブロック研修そして特別研修ということで、まあ、各種研修がありますよということなんですけれどもまあ 先ほども言いましたようにやっぱりこのじゃあ,あの研修ねあの研修期間っていうのがまあ 皆さんハッピーな全員、まあ、基本的には、えー、その年に合格した人ばかりが集まっててみんな楽しくてしょうがない、えー、状況ですから、まあ、あの自然と場もいい方向に向いていきますしあとはあの合格して皆さんが例えば就職なさるあるいはご自身で独立なさるそういう時にすごく感じるとは思うんですがやっぱりその合格同期の方って、まあ、一番最初に仲が良くなりやすいんですよね。それで特にあの皆さんも まあ学習仲間というのはいらっしゃったとは思うんですけれども、まあ、なかなかその中でこう腹を割って話せるとまで言わないけれどもこう困った時に話を聞いてくれたりっていう方がなかなかいない、まあ、場合によってはお一人でずっと学習を続けていらっしゃったという方も 中には、ねえー、いると思うのでそうするとやっぱり仲間ががいいるっていうのはすすごくありがたいことですよね、えー、最初に何かわからなかったと聞きに聞くやっぱり同じ時期に同じようなわからない経験をしているので比較的やっぱり聞きやすいということがありますからそういう意味でこの、まあ、同期のまあお話をできる方々、ね、特にこう地域地域で集まっていくシーンが結構ありますので、まあ、その 皆さんが今後お付き合いをしていくような人たちと最初に出会う場ということになりますから、まあ、なるべくいろんな人とお会いしてお話をなさるというのはいいのかなと思います。まあ、あんまりこの研修の内容についてこう触れていく,いくところではないというか、まあ、研修の内容自体もすごくいい内容でお話はしてくれるんですけれどもどちらかというとその同期の方々と出会う場であるというところを私はあえて強調をしておこうかなと思います。でそんな中でまずはこの 中央研修ブロック研修これはある程度、まあまあ、の新人であればあの受けてくださいねというような方向性が出てきていると思うので皆さん受講されると思うんですけれどもちょっとこの各単位会の研修についてもあ少しあの気にされておいた方がいいかなと思います。 というのが、まあ、これも各単位会例えば東京だったら東京私は千葉なので千葉であったりこう各単位会が新人研修というのを実施していくであろうというふうに思っているわけなんですけれども一つ、えー、知っておかなければいけないのはその単位会によってはこの、まあ、いわゆる新人研修を受講していることが登録の要件になっているケースがあります。まあ、ここはあの全 単位会がそうだとは言わないんですけれどもその結構直近ですぐ独立されて開業してあるいはその勤めるけれども登録をなんて考えていらっしゃる方についてはその登録の要件の中にこの単位会研修を受講し終わっていることというのが含まれるケースがあるというふうに私は聞いていますのでこちらはもしそういうご予定がある方であれば。 あらかじめその旨を確認して、単位会の研修の日程は確認しておいた上でもしかしたら、このざっくりとしたスケジュール に当てはまらない形でもうちょっと後に研修やったりするケースもあるかもしれないのでちょっとこれはあの気をつけてその日程感をね気をつけておいていただきたいなと思いますのでこの単位会の研修ですよね各単位会が実施する新人研修というのはちょっとこれは忘れてしまうところがありますので忘れずにまああの その登録なんかを考えていらっしゃる方は要件になるかどうかという点を含めてちょっと確認をしておかれるといいかなと思います。あとは、まあ、そうですね、えー、とこれはまあその東京近辺の方に対する情報ということになってしまいますのでちょっとあの当てはまらない方にはあの申し訳ありませんということなんですがあのじゃあ この単,位会単位会研修、まあどこまあ、自分が登録しようあるいは就職しようとするところしか受けられないのかというとまあまあそうではないこともあって例えば東京会。 の単位会研修というのもあるんですが、これが結構大掛かりでして、えー、内容的にもかなり実務に即した内容をやってくれているという実感が、まあ私も受講したんですけれども新人の時にあります。少しお金もかかる、そして実施時期が早くて、もう本当に11月の末ぐらいかから確か去年はやっていたと思うので、ちょっとこのでそれ東京会東京司法書士会のホームページでおそらくもうちょっとした。 日程が出てくるとは思いますでこれ確か定員も300名ぐらいだったかなと思いますので、まあ、こちらも合わせてちょっと行ける方はね特にお近くに住んでらっしゃる方等々であれば無事ご検討いただいてもいいかなと思いますこういった情報なかなかあの回ってこない方には回ってこない私も全然知らなくて、えー、周りの方に教えていただいたという経緯があったのでここでお伝えできればなと思っていましたが、まあ、そういう ま、大会研修というのも別にありますので、少しそういう情報はね。あの集めておかれたらいいかなと思います。まあ、この東京であれば、東京司法書士会の新人研修というのは内容が充実しているというふうに言われておりますので、少し検討いただいてもよろしいかなと思います。あとはまあ情報としてお伝えして、いくのであれば、まあ、今まこのレジュメを作っ。た 段階でということなんですが中央研修については日西連の研修総合ポータルというまあサイトがあるんですけれどもこちらに情報が出ていました、えー、私たちの時には、えー、関東ですからまあ筑波 に、え、泊まり込みのよう、泊まり込みというか、ずっと一週間ぐらいぶっ通しで研修があったな、というイメージがあるんですけれども。まあ、最近は前期、後期に分かれておって、かつ、今回からだと思います。前期の日程が e ラーニング。いわゆる、このインターネットを通じて受講するという形になっておるようです。で、この第一グループ、第二グループ、第三グループって言っているのが、どういう区分けかというのは。ちょっと、この情報を見た時点では分からなかったので、皆さんの方には。 当然詳細な情報が今後届けられていくとは思うんですけれども、まあ、前期日程が e ラーニングで、まあ、この各グループごとにいつ受けられますよっていうお話が出ていますのでこちらはあのちょっと受講形態が変わったんだということでご認識いただければと思います。 次にこの後期日程の集合研修というものこれも確か各ブロックごとにある程度分かれて研修会場が用意されていたと思いますので詳しくはこの「日試練の研修総合ポータル」というサイトをちょっと定期的にチェックしておいていただいてどういう研修の形態になっていくのかというのはぜひ把握をしておいていただきたいなというのがこの「中央研修」。 に関すするおおお話とということでお伝えしておきますあとまあブロック研修も、まあ、これも各ブロックによって実施されるタイミング等々が違ってくると思いますからまずここはこう情報収集、まあ、網を張っておくというんですかねあるいはまあお友達ができてきたのであればそのお友達同士でうまく情報を流し合うようにしておいて、まあ、忘れないようにということで、えー、対応ねしていっていただきたいなと思います。 そうですね、あとは研修ということでいうと、まあ、内容はねあの受けていただければ分かるということだと思うんであとはこの、まあ、次の4番の話にもつなげていきますけれども特別研修ということで、まあ、この特別研修100時間研修とも呼ばれますけれどもこれが何のために用意されているかというと。 まあその後4番の話につながりますが関西訴訟と代理関係業務を行うための、まあ、いわゆる認定講座を受講するための要件として特別研修この100時間研修というのを受講し終わっていることというのが要件に入っています。まあ、ですので、すのの多くのまあ合格者、 新規の合格者の方はその受かった年に特別研修も受講してしまってそのまま認定講座も受講なさるという方が大半だと思うんですけれどもやっぱり中にはその業務が忙しくて特別研修は受講していなかったので後からまあつまりもう司法書士で例えばもう登録していて活動なさっている方なんかがこの特別研修の研修自体を 改めて100時間やっと受けられるようなタイミングができたのでということでご受講されることもありますしですからこの認定考座についても同じように必ず新人の方しかいないというわけではないです。ということでまあこの皆さんはそのままおそらくほとんどの方が特別研修も受けて認定考座という流れを作っていかれると思うんですがちょっとここだけね経路が違うということで。この 認定講座はこの100時間、まあ、そのカリキュラムが組まれて毎年ちょっとずつこういつ何をやるかっていうのが変わっているので100時間というイメージしか今自分の中にはないんですが、まあ、そのいわゆるこの100時間研修ってその時間その百時間研修を受けきったということもまあ一つの,そのなんて言うんでしょう講座を受けるための要件になっているという話ですので休めないですよね。 で大体2月の頃にやるのであのインフルエンザが猛威を振るっている頃なんていうケースもありましてかなりこの休まずちゃんと受けなければいけないその時間として、ね、何時間受けているという要件があるのでちょっと受け切ることも大変だというお話にもなりますしあとはこの後と、ね、科目ということでお話をしていきますが、まあ、いわゆる、えー、訴状を作って まあちゃんと訴訟に持っていって実際にその訴訟の場で、えー、代理人として行動することができるか、まあ、それのトレーニング という位置づけになっていきますこの特別研修のの、ね、の内容というのがなのでこうロールプレイがあったり、まあ、座学で、えー、お話を聞いたりということでこう100時間いろんな形で過ごしていくということになるんですが、まあ、まあこれが、えー、皆さんが今までやってきたこととは少し試験勉強とは毛色が違うということもあって、まあ、あとはまあ宿題もバンバンで次までにこういう課題をやっていきましょうというのが結構出てくるので、まあ、この時期は自分の中でも結構時間的にはきつかったな という印象がありますなので、まあ、ただその後の認定交ね受けるということを考えると、まあえー、受講し始めたらちゃんと受講しきってそのまま、えー、講座受けて受かってしまうという方が圧倒的に、まあ、あの時間的にはまあ効率がいいということでしょうから、まあ、頑張っていただければなということでまた、ね、どこかで特別研修のお話できればいいなと思うんですが、まあ、私も。 1> 1回だけこの特別研修、まあ、チューターというのがつくんですよね、まあ、いわゆる司法書士としてもうすでに活動している人間が、まあ、こうお手伝いをするような形で、まあ、大体そうですね20名弱ぐらいのグループを作って、まあ、そのグループで行動をしていく形になるんですけれどもそこに、まあ、あのチューターですからまあ 兄貴分みたいな形ですよねで入ってきてそのチューターが講義をすることもありますし弁護士先生がついてくれてその弁護士先生からお話を聞くということがあるんですけども、まあ、私もそのチューターを1回だけちょっとやったことがありまして、まあ、そこで皆さんねこの特別研修を受講している皆さんとお会いしたことがあるということなんですが、まあ、やっぱり結構課題が多くて大変ですってその時もおっしゃっていましたから、まあ、この特別研修受講する時は内容もそうですけれども まあ体調管理ね、これを気をつけていただければなとは思っております。はい、ということで、まあ、この研修自体はちょっとこのあたりさせていただいて、まあ、特にこの単位会の研修ね、忘れないように登録の要件になっている可能性がありますということと、中央新人研修、前期日程が e ラーニング、いわゆるインターネット経由での受講になったということで、このあたり、情報収集ね、少ししてみてください。じゃあ、最後、まあ、時間の方もだいぶ来てますので。 まあまあ来年の6月の話を今するのかということで、えー、あまり。 まあ強い話はしたくはないなと思っていますので、えー、簡単にお話をしておきますが、まあ、認定講座、えー、6月にありますでこれをまあ取っておくべきか置かぬべきかというのは皆さんの中でそれぞれスタンスがあって考え方があると思いますから、まあ、取っててなななきゃダメでですすよねなんていいううことを言うつもりは私は私、えー、必要を感じるかどうかということで、えー、取るかどうか自体も検討いただければいいと思うんですけれども、まああのー、私自身の 少し経験を踏まえていますと私自身そんなにいわゆる訴訟業務に何か力を入れて動いているわけではありません実際あの実務をやっていて事務所も構えてはおるんですけれども訴訟業務自体はまあほとんどやらないですなのでじゃあ必要ないのかなっていうことを考えますとまあ例えばそうですね、まあ 不動産投機の業務をやる時でもですね、まあ、いわゆる皆さんがあんまり、えー、記述式だと投機原因証明情報ってそのまま文言書いてて、あのー、スルーしていたたまにねそうか今年の本試験では内容も聞かれてましたけれどもああいった内容を皆さん自身が組み立てていくケースがあるわけですよね。でそういったたときに、えーまあ、ありきたりな売買とか とかもう形が決まっているものはそこらかしこにひな型なんかがありますのでなんとか情報収集できるんですが、まあ、それがちょっと変わった事例なんていう時にどうしようかなって考える時に私はこの認定講座で学んだ知識がちょっと生きたかないわゆる要件事実ということで、まあ、この出題範囲に要件事実論ということで書いてあるんですけれども、まあ、いわゆる訴訟をする上で、まあ、原告被告どっちが何を主張しなければいけないのっていうこの立証責任 の分配を学ぶ一言で言ってしまうとこういうキーワードだと思うんですが、まあ、なので投機、まあ、原因に置き換えるならば投機、まあ、ができますよねそれはこういった現象が事実行為がある法律行為があるからこそ投機原因が生じるんだっていうような形で投機原因証明情報を作る時に少し知恵として使った覚えがあります。 あとは訴訟業務をしないまでもやっぱり皆さんが司法書士だ登録して動いていくとやっぱりいろんな相談事が電話相談だったり、ね、無料相談の場に行ったらいろんな話を聞かれますそういった時にやっぱり少し素養としてあのご自身がやるかどうかは別ですけれども、まあ、こういった解決方法があるんじゃないですかっていうのが言える方が 皆さんがそのお話を聞くときにいやこの業務は私わからないんでちょっと聞かないでくださいっていうシーンを迎えないためには、えー、持っておかれてもいいのかなという気がしますのであとは今、まあ、合格した直後ということを考えると知識レベルが多分一番高い状態ピークは落ちて 過ぎたかもしれないですけども本試験の状態からはでもやっぱり一番あの能力的には高いところに来ている状況なのでやっぱりあの新人の時に受けるのは一番受かりやすいだろうというふうに私考えていますまあ、あの皆さん脅してもしょうがないのであれですが実際にやっぱり合格率自体は 60%前後しかないといとうのが現状です認定高差もですよ全員司法書士試験を受かっている方々が受けているのにもかかわらず、まあ、9割受かっていくのかって言われるとそうではないというのが現状なのでそうするとやっぱりどこで苦しむのかなっていうとこの1年目にある程度負荷をかけてでも取り切ってしまってつまりまあそのちょっと言い方悪いですけども司法書士試験に受かった時のこの勢いでなんとか。 取っちゃうというような形で取れた方はいいんでしょうけれども2年目、3年目ってなっていくとその受かった時のピークからはだん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 力もやっぱり下がっていくでしょうしお仕事をしていたら勉強時間自体が取れなくなってしまうなんていろんなケースがあるんだと思うんですが、まあ、そうなってしまうとなかなか取るのを苦労するという方がやっぱり何名かは私の知り合いでもいました。あの能力がどうっていういい話でではないです えこの人が受からなかったのっていう形もやっぱりありましたし苦労されている何,何回かね受けることになったっていうことを見てますので、まあ、基本的に取れるものは取っとこうよ、ね、それも今一番取りやすい状況にあるからできれば今取っちゃえばというのが、まあ、砕いて言い,い方で言えば私の気持ちではあるんですけれども、まあ、なので必要性も考えた上で、まあ、あの取るって決めたのであれば是非、まあ、この機会この1回目で必ず取っちゃうんだというつもりになっておいていただければなと思います。 まあそれでまあもうちょっとこう深いところを考え出すのはまあ来年ぐらいなのかなということでまあそれに向けてということなんですが一つだけ気をつけておいていただきたいのが申し込みを受けるんであれば申し込み絶対忘れないでくださいこれもだいたい毎年いるんです周りに。申し込み忘れて受けられませんっていう人がだいたいちらほら何名か。 私聞きますなので、えー、とちょうどタイミング的にだいたい4月頃に申し込みの締め切りが来年のねあると思うんですけどもスケジュール見ていただくと研修が終わってほっとした直後なんですよ。ななのでで気持ちがふーっと緩んでてなんてか 対策はしてたのに申し込み忘れちゃいましたっていうケースがちょっと出かねないのでこれもまだまだ情報としては来年の話ですから確定的にいつ申し込まなきゃいけませんっていう情報まで出てないと思うんですけれども。 まずは受けるのであれば申し込みを忘れないでくださいねというのをこの段階ではお伝えをしておきたいなとこれだけはあの忘れないでねということで皆さんにお伝えしたかったのでこの申し込みを忘れないでくださいということあとはまあ受けるか受けないかは徐々に考えていっていただいてまあ おすすめは使う使わないは今の時点ではわからないのでであれば一番取りやすいこの今受かった直後の知識レベルをなんとかキープしながらちょっと落ちてくるのをなんとか止めて受かりきってしまっていただきたいなというそれが一番多分楽ですよというのが私のお伝えしたいことですかね。ああとととはは、まあ、あ具体的なな勉強方法まままりまだ言言いいいたくないのであの言いませんけれども科目としては まあその要件事実論そしてまあ択一科目でいうならば民事訴訟執行法保全法のまあちょっと択一知識を問われるようなケースあとはここでも司法書士法あとは司法書士の倫理司法書士倫理というまああのものの考え方は司法書士だったらこういう行動をすべきだみたいなものがあるんですけれどもその辺りから出題をされてきますので。 まあまあ少しね、特にこの要件事実論というところで皆さんはまあ新たな学びをしていかなければいけないんだっていうのがまあまあ心構えとしては持っといていただければいいかなとベースは民法だったり、まあ、商法ほとんど民法ですよねほとんど民法で、まあ、民法のこの、まあ、例えば売買をするっていった時にじゃあ素直に物を売ってお金が回収できれば誰も争いは起きないんですけれどもお金払ってくれないと。 そしたらどういう事実関係を並べて金払えって言えるのかとか、そういう学習をしていくんですよね。で金払えって言われたら、その相手方はいや。もう払ったとか。まだ払わなくていいはずだ。とか相殺するとか、いろんな形でこう言い合いが出てくるので、それをそれぞれ。 主張する側の立場に立ったら何を言っていくべきなのかというのを学んでいくのがざっくり言ったところの要件事実論ということになろうかと思います。なのでベースの知識はあくまで民法まあそのね実体法的なところだとまあ商法もちょこっと出てきたり借地借家法が絡んできたりということにはなるんですけれどもなので知ってる知識ではあるんですが、まあ、少しこう光を当てる角度が変わっているようなものなのでこれあの 面白いなって感じる方が一定数多分いると思います。でそれでこうまあ要件実は面白いもっともっと頑張ってあの知っていきたいななんていうふうに思う方もいるかもしれないので、まあ、それは出会った時にということになろうかと思いますけれども、まあ、なので最終的にどういった問題が出るのかということで、まあ、この認定対策認定交差対策という意味では今回あの特に内容触れませんでしたけれども過去問何問かちょっと チョイスしておいていわゆる過去問とあとはその参考答案ということで、まあ、レックだったらこう考えるかなという模範回答をつけたものを何個かつけておきました。なので、まあ、まずは、まあ、今見なくてもいいと思います。でも、まあ、じゃあ認定コースは受けましょう って決めたまあ、まあ、ほとんどの方が受講される認定講座を取られると取るために動かれると思うんですけどもそしたら、えー、何すればいいのって話になると思うのでまずはちょっとこのレジュメ捨てないちょっと見てみてもらいたいんですよね。何させ最終的に何しななきゃいけないけのっていうのをちょっと見てみてこれが例えば特別研修のぐらいでだんだんやべちょっと気になってきたなっていうんで見るのでもいいと思うんですけどこれで見てあ私だったらこの研特別研修の内容 聞いていればこの問題解けそうな気がするっていう方であれば、まあ、問題演習をちょっとやっておいていただければいいかなとも思いますしもしんこれはちょっと研修を受けているだけでは若干足りないかもしれないもうちょっと気合い入れなきゃいけないなんかやらなきゃいけないってなったら、まあ、例えば、うんまあ、講座を受けるとか、まあ、この過去問でもこう解説をしているような講座があったりしますから、まあ、ちょっとそれを聞いてみる受けてみるなんていうところをちょっと考えていけばいいと思うので。 まあそのとっかかりで結局、ね、この過去出た問題ベースで考えてこれをある程度の点数を取れなければ受からないんだってこれが一体何を言ってるのかわからないある程度ね特別研修なんかを受けた後でもこの内容を見て、うん、全くわからないって話になってしまうとやっぱり何かしらいわゆる試験勉強としての対策要件事実論の何だろう 学問的なお勉強ではなくて実務的なお勉強でもなくて試験対策としてこの過去問を見てうわ全くわからんという話になるのであれば何か対策をしてあげる必要があると思いますから、まあ、その指針としてこれをねちょっと使っていただければいいのかなと思います。 まあ,そうです、ねまあ、あの先ほどちょっと特別研修の内容もねちょこっとだけ話しましたけど基本的にはその訴訟業務をちゃんと行えるようにということでカリキュラムを作って、まあ、ロールプレイをやったり実際に皆さんで訴状を作ってみましょうっていうような形で進めてはいくのですがまあ これ私自身の感覚ですよ皆さんがどう感じるかは、まあ、その実際受講してみて感じてほしいんですけれども、まあ、その一通りのやり方はやりますいろんな何個か事件をこういう事件があったと仮定しますっていうような話で、えー、原告だったらどう言いますか被告だったらどう言いますか、えー、実際に裁判模擬裁判なんかもやります、えー、原告側被告側に立ってそれぞれ主張をし合って、まあ、あの裁判官としてそれは勝ったどっちが勝った負けたなんていう話を考えていくなんていうこともやるんですけれども。 それが試験対策として考えた時にそれで十分足りうるかという話になると若干シミュレーションというかこの試験対策としてつまり例えば問題解いてどうなるかという話答えがどうなるかというところのトレーニング自体をきっちりきっちりやるわけではないのでそこは何かしら手当てをした方がいいのかなという気がします。 ちょっとイメージしといていただきたいのは、まあ、皆さんの得意な科目でいうと例えば、まあ、私の担当だから言うわけじゃないんですけども記述式の問題って、まあ、皆さんクリアしてきた問題があるじゃないですか。じゃあ,あれが解けるるようにになるために、えー、と例えばあの 記述式の問題で出てる事例なんかを皆さん同士でロールプレイしてこの時にはこういう手当てをすればいいんだよこういう申請書を書けばいいんだよ申請書をどう書けばいいか練習してみましょうっていうのを、まあ、100時間やっただけであの記述式の問題が解けるようになるのかなって思うと、まあ、自分自身は、うん、もうちょっと何かトレーニングがいるかなというふうに感じましたのでまあ,あの 過去問を集めて過去問と回答を集めて見てみるだとか、まあそれ以上もし踏み込んでいかれるのであれば何か講座を受けるだとかっていうところを考えることになったかなと思います。なのでこのお話関西の話はもう本当来年の話なので、まあ、えー、研修を 受けて、まあ、特別研修を受け始める来年初頭ですかね2月ぐらいになってちょっとどうするか考えていかれれば時間的にはいいのかなとこれが今から10月からすぐにやっとかなければいけないそんな内容ではないと思います。ただ、えー、最終的には、えー、この 受かった今の皆さんのこのピークに近い実力の状況でクリアしてしまうのが一番楽だということまではお伝えできるかと思いますので、まあ、その、ね、考えに沿ってあとはご自身に必要だと思われる内容であれば、まあ、ぜひ一発で、ね、クリアするためにちょっと作戦を考えていただければいいのかなということになります。 はい、えー、ということで、まあ、大体このあたりで一時間ぐらいということになります。まあ、あのね、あこの後、ちょっと、まあ、この。 水道橋の方については質疑やれるということなのでそこでもしあの聞き漏らしたあるいは聞いてみたいということがあれば聞いていただければ結構ですしあとは中継でご覧になっている方は、まあ、ちょうどね1時間ぐらいでこのお話をさせていただきましたあまり小難しい話はしなかったかなと思います、まあまずは、口述試験がね一番気になっていると思うので、まあ、あの各できるならば模擬試験受けるなり、まあ、少なくとも過去問集であるブレイクスルーは手に入れてください。今日は お話を聞いていいてたただいた方々はねそれでまああの心残りがないというかもやもや感をなくすためにえまあ10月11日、できる範囲でご自分のできる範囲で対策をした上で臨むことをぜひお勧めしますとまあいうことでここをね締めくくりの言葉にさせていただいて今回のガイダンス、ですね口述試験の突破方法とあとは関西代理研能力認定、交差対策という意味でのガイダンス終了とさせていただきます。どうも長い間お疲れ様でした